シャキーン。どうも、ドクター森野です。それでは、今日はですね、ザ・パークハウス相模大野プレイス、こちらの予定価格と間取り、そして、モデルルーム訪問についてお伝えしたいと思います。まずですね、今回ご紹介の、こちらのマンション、物件概要から入ってまいりますと、売り主は三菱地所レジデンス、施工はですね、南海、辰村建設。ちょっと私これ初めて拝見しましたので、ちょっと調べてみたんですが、こちらの会社はですね、大阪市の浪速区に本社を置く、東証2部上場の会社で、基本理念がですね、人と共に、物と共に、お客様と共に、ウェルネス、ワールド、ワース、ウィル、ウィズの5つの W で新しい時代にマッチした豊かな環境を創造しますということをですね、基本理念に営業されているという会社のようです。ちょっと調べてみてですね、お伝えしてみようかなと思いましたので、ちょっと合わせてご紹介しました。続いて価格、こちら現段階では未定になっています。占有面積は 68.41 平米、倉庫数は26個。ご紹介するマンションの中では、ここ最近の中でですね、小規模なマンションになります。で、26個のうちですね、事業協力者向けは、2個を含んでおります。規模としては14階建て。交通面では小田急線の相模大野駅から徒歩5分です。所在地は神奈川県相模原市南区相模大野7丁目。竣工予定は2019年の3月下旬、すでに竣工済みということになっています。駐車場は全部で11台、そのうち1台は新商社用が1台というふうになっています。利用料金としては月額1万5000円から月2万円という幅になっています。自転車置き場は40台ございまして、月額200円と400円になっております。こちらのマンションですね、まずお伝えしますと、おすすめしやすいマンションとなっています。どこもかしこもですね、現在新築マンションの価格が非常に高騰していると、そういった中で新築マンションを購入となれば、周辺にはない好条件、これがあるかどうかはおすすめできるかできないかの大きな分かれ目となります。その点ザ・パークハウス相模大野プレイスは周辺に同類のマンションがありませんから、中古相場になった際にも強く、新築マンションが高い時代にしか買えなかった、後々、供給されたのがたまたま高い時代だったねというふうに思える、そういったマンションになるでしょう。同類のマンションがないという点ですが、やはり立地に大きな魅力があります。北口と違ってですね、わちゃわちゃ感が少ない南口ですが、駅から物件までの間に大きめのスーパーマーケット、三和がありますから、帰り道のついでに日常の買い物を済ますことができます。このスーパーマーケット三和ですね、物件の側に出入り口が現状ないというのは、ちょっと惜しいですけどね。その他にはですね、ドラッグストアも駅前、三和の斜め前にありますので、日常の買い物に困ることはないですし、遠回り不要なのが良いですよね。ドラッグストアは非常に便利ですよね。比較的夜遅くまでやってますし、その名の通りですね、薬とか洗剤とか、そういったものだけではなくて、ちょっとした食料品とかも扱ってますよね。北口のですね、伊勢丹、こちらが2019年、今年9月に閉店してしまうというのは残念なんですけれども、駅から近いですから、町田や新宿、そして海老名へ容易に出ることができますし、湘南エリアへのアクセスも良いです。駅から近いながらも、メインの通りからは中へ一歩入っています。物件の手前まではスポーツクラブなどがありますから、中へ入るのに人通りが少ない道を歩く距離が極めて短くなります。三方接道の角地となり、南側は第一種低層住居専用地域となりますから、半永久的に眺望採光が守られます。
総戸数26戸といわゆる小規模マンションとなりますが、小規模マンションが得意な自所レジだけあり、エントランス周りの植栽計画を豊かにして出入り口をクランクインさせるなど、邸宅感があります。エントランスホールからエレベーターホールまでの道のりは、天井部分に黒いアルミバーを設け、壁面にもデザイン性を出すなどこだわりが見られました。15階の共用廊下も確保の玄関を奥まらせていますし、横ルーバーを採用して外から見た時に高級感が出るようにし、かつエレベーターホールは周りをタイル張りとして、こちらも高級感を演出、さらには外から見えないようにするなどプライバシー性も確保しています。ただし玄関前のインターホンにはカメラがついていない、まあ、こちらが残念ですよね。小規模マンションですから、1階部分を解錠してから訪問客が到着するまでの時間は短いものの、他がよくできているだけあってですね、まあ、ちょっとこちらは気になりました。ワンフロア2個、全戸数、全戸ですね、角部屋となりますが、反転タイプのためほぼ同じです。まあ、ですので冒頭でお伝えしたあの占有面積がですね、まあ、あの1種類しかないということなんですよね。共用廊下にですね、窓がないためプライベートを確保しながらも、全戸角部屋としていますから、アンドン部屋はございません。凛子境を完全にコンクリートとしていますから、バルコニーのプライバシー性、こちらも高くなっております。それでは予定価格と間取りの一部を共有いたします。 A タイプ 3LDK 68.41 平米、2階が4700万円台で坪単価は227万円、5階が4900万円台で坪単価は236万円、9階が5200万円台で坪単価は251万円、13階は5600万円台で坪単価は約270万円。続いて B タイプ 3LDK 68.41 平米、2階が4700万円台で坪単価は227万円、5階は4900万円台で坪単価236万円、9階は5100万円台で坪単価は246万円、13階は5500万円台で坪単価は265万円です。維持費、管理費は月額22,650円、修繕積立金は月額9,240円となっております。間取りはですね、先ほども申し上げましたように反転タイプとなります。西にも窓がある A タイプからは山々が望めますから、夕方あたりの景色はたまらないことでしょう。見学したのは日中でしたが、それでも綺麗でした。東にも窓がある B タイプは、角の窓からパークスクエア相模大野タワー&レジデンスとこんにちはとなるのですが、寝室に朝日が入るというメリットがあります。南面のバルコニーからの眺望最高はどちらも抜群ですから差がないのですが、眺望の綺麗さ、そちらを優先するのであれば A タイプ、朝の光を体中に浴びたい方は B タイプという選び方がおすすめです。朝の光体中に浴びた、さあ出かけよう、こもってないで、朝強い光。ちなみに私は大学生の時にですね、大学1年生ですね、寮にいたので、夏ちょっと暇な時がありまして、ベッドに横たわってですね、太陽の光を浴びれば少しは日焼けできるんじゃないかなと思って、何日かやってましたが、見事に日焼けしませんでした。本当は色白ですけど日焼けしたいですね。まあこんな話はどうでもいいんですけれども、戻りましょう。平均すると、ざっくりですね、坪単価は240万円くらいの坪単価になるのではないでしょうか。維持費は小規模ですから、お安くはないものの、ディスポーザーがあり、管理人兼清掃員さんが週 4回勤務、まあ、週4日ですね、勤務されて、ゴミ捨て24時間かという割には頑張っている方でしょう。設備仕様はディスポーザー、食洗機、食器棚、洗面室床タイル、浴室ダウンライト、
トイレ、手洗いカウンターなどなど充実したものとなっております。完成販売のためオプションでですねカスタマイズしていく楽しみがない、まあ、ただしエコカラットなどはまあできるんですけれども、まあ、そういった分ですね食器棚や洗面室、床タイルなどしっかりとグレードを上げてきております。リビングは狭めなんですが隣の洋室を全開放することで広く使うことができるのですが引き戸がハイタイプではないため上の部分が残ってしまいます。ゴミ置き場はエレベーターの近くに設けながらも2枚扉を挟んだ屋外、まあ、こちらは屋根がついていますとなりますから愛があります。それでは周辺相場を確認しましょう。プラウド相模大野マークス2006年築相模大野7丁目新築時の坪単価は約185万円現在の坪単価も約185万円です。パークスクエア相模大野タワー&レジデンス2009年築相模大野7丁目新築時の坪単価は約225万円現在の坪単価は約215万円クレビア相模大野2011年築相模大野8丁目新築時の坪単価は約190万円現在の坪単価は約215万円です。以上の相場からザ・パークハウス相模大野プレイスの、将来価値を予測いたしますと A タイプ 3LDK68.41 平米、5階、新築時4900万円台のお部屋は築10年を経て4350万円と予測いたします。こちらはですねあくまで今の相場での予想のため参考までにお願いいたします。売却時のリセールバリューこちらは問題ないですがお世辞にもですね賃料相場が高いエリアではないため維持費などを考慮すると、まあ、頑張ってトントンくらいではないかなというふうに考えます。参考までに賃料相場も共有いたしますとプラウド相模大野マークスが約70平米で月額17万円ほどです。プラウド相模大野マークスは南面が抜けてこそいないものの駅徒歩3分ですからほぼほぼ同じくらいの賃料となるのではないでしょうか。それでは続きまして恒例のスモレーションプンプンラドラちょっと今日アクシデントが続いてですねあのマンションマニアさんはかなりご立腹でございますかなりかなりご立腹かける3でご立腹かける3でもう相当今日はHP と MP を減らしています。座れちゃいましたね。それでは参りましょう。小田急線相模大野8時5分に出発しますと町田駅には8時8分到着下北沢には8時37分到着新宿駅には8時48分の到着です。続いて相模大野8時5分に出発しますと海老名駅には8時13分到着また次には8時17分の到着となります。続きまして小田急線から千代田線相模大野を8時3分に出発しますと町田には8時6分の到着新百合ヶ丘駅には8時22分の到着生田駅には8時28分の到着下北沢駅には8時47分の到着明治神宮前には8時55分到着赤坂には9時2分到着日比谷駅には9時8分到着、大手町には9時12分の到着となります。相模大野は小田原線とですね、江ノ島線の分岐駅ですから、運行本数も多く、複々線化などで利便性が高まる小田急線となりますから、都心勤務の方でもいわゆる、まあ、通勤、まあ、痛いと確保の通勤ですね、ということまではなりません。代々木八幡駅のホーム延伸工事により、新宿から代々木上原間の各駅停車を10両編成にするなど輸送力を高める設備投資を進めております。小田急線の進化により沿線力が高まれば沿線住民の利便性向上はもちろんのこと不動産価値にも影響していますから小田急線や東急などは非常に強いですよね。
一部のホームウェイなどが、停車しますから、新宿から座っての帰宅も可能です。それでは総評です。同じく完成販売でありましたザ・パークハウス船堀テラスのように即完売とはならないかと思いますが、スムーズに売れる要素があります。冒頭で述べましたが、希少性がある立地にグレード高いマンションとなればお勧めするほかはございません。価格に関しても入札案件ではないため、今の相場で考えれば割高感はありません。その代わり、地権者住戸が最上階2部屋を確保しているため、最上階希望の方は新築時の購入、こちらは諦めるしかありません。完成物件のため全てを見られてしまうこともあり、手を抜いていない部分が多くあります。細かいところですが、例えば駐輪場、屋内にあるため利便性が高いのですが、建物内の駐輪場の場合、天井部分を吹き付けにするなど、かっこよく仕上げることが、ほとんどないのですが、あえて黒色で塗装することで高級感ある駐輪場としています。賛否両論はあるかもしれませんが、邸宅感を売りにしているだけあり、できる限り生活感をこう出さない、そうした動線となっています。ゴミ置き場は外側、メールコーナーは駐車場近くの、歩行者の、動線外、管理人室の窓は裏口に設けて、エレベーターホール側はカメラ監視。まあ、こういった点ですね。ラウンジからエレベーターホールを通り越してメールコーナー、そしてエレベーターホールに戻るという動線ですから、面倒いっちゃ面倒いのですが、生活感が出ないというのはいいですよね。小規模マンションの場合はコンシェルジュデスクのようなものを設けるのが難しく、エントランスホールからエレベーターまでの動線上に管理人室の小窓があることが一般的ですからね。今回はあえて生活感を出さない設計としたのでしょう。小規模マンションながらも敷地にゆとりがあるため、機械式メインではありますが、敷地内駐車場設置率は約 42% とそこそこ高いです。駐車場側にも建物内への出入り口がありますから便利となっています。見学して気に入ったのなら迷わずゴーすべき新築マンションだと思いました。現物を確認できる安心感ではすごいですよね、新築マンションなのに、ね、はい、ただまあその代わり、まあ、オプションとかがやっぱり、うん、選べないので、皆さんどっちがいいんですかね。現物を確認できる安心感、うん、あとまたすぐ住めるっていうメリットを取るのか、はい、まあ、注文住宅のように時間はかかるんだけども部屋をカスタマイズする、うん、どっちがいいんですかね。自分はやっぱ正直こういったお仕事させていただいてるので、はい、うん、まあ信じるしかないかなっていうところで、うん、まあいわゆる青田売りで、はい、自分でカスタマイズする方が好きですけど、やっぱりエンドユーザーの方からすると結構不安もあると思うんですよね、うん、はい、うん、だそういった安心感はすごくあると思う。まあどっちがいいんですかね。どっちも本当にメリットデメリットがあるので、働き方と同じように今後はマンションの買い方も改革しなきゃいけないですね。まあかっこよく言って、でも逆にマンションマニアさんみたいに8回とまでは言いませんけど、生きてるうちにもう2回3回買うのが当たり前みたいな。そういうこと。でもこういった完成してから、いわゆる売れ残って完成しちゃったわけではないので、はい、そうですね、最初から完成販売っていうことは現物見られちゃうので、はい、逆に言えば手を抜けない物件ですからね、うん、力はやっぱ入ってましたね。すごくいいマンションだなと思って、本当に最後の締めの言葉の通り、見学して気に入ったのであれば、はい、特にもう迷わずに購入していいんじゃないかなという物件でしたね、うん、はい、なんか森野さんが面白いの飲んでます。自分ちょっと初めて見ました。これ最近のやつですか。いや結構前からあります。それなりに前からです。自分初めて見ました。朝のヨウペカリスキンセン、朝のヨウみたいな、私に不似合いな感じです。でもここ可愛いです。ヒゲ面のおじさんがこういうものを飲むっていうこのギャップがまたいいじゃないか。さあ森野さん、あと2本ですよ今日は。あと2本ですから、はい、じゃあここで締めましょう。本当におすすめの新築マンションでした。はい、ぜひ皆さんホームページ等もですね、ご確認の上ぜひご検討されてみてはいかがでしょうか。それでは、皆さんご一緒にメロンパン、メロンパンウルトラマン
それでは、またねー。